国産は北朝鮮によって開発、製造された自走砲朝鮮人民軍で使用されているほか、少数が輸出された。国産の名称は北朝鮮南央部の公海北道、谷山郡で初めて確認されたことから、アメリカ国防総省が名付けたもので、朝鮮人民軍での正式名は主体法とされている。 1978年に確認された M1978 と1989年に確認された M1989 の2種類が存在する。手法はいずれも 170mm カノン法で、射程は通常砲弾で約 40km、ラップ弾を使用した場合には最大約 60km と推定され、ラップ弾を用いれば、 北朝鮮領内からソウル特別市を砲撃することが可能である。本来は沿岸砲であった 170mm カノン砲を既存の車両の車体に搭載して自走砲としたもので、自走砲化した経緯は不明だが、CSSN-3 シルクワーム地対艦ミサイルの配備により、沿岸砲が余剰になったために自走砲として転用したと考えられている。 多連装ロケット砲とともに、軍事境界線に沿って多数が配備されており、軍事境界線以北の北朝鮮領内から韓国領内を直接攻撃することが常時可能となっている。少数だが、輸出も行われており、M1978 は約20両がイランに輸出され、イラン・イラク戦争でアメリカ製の m 1 0 7 1 7 5ト、mm、ル自走可能砲と、 共にイラン領内からイラク領土内の都市や油田への長距離戦略砲撃に使用された。その際にイラクが露革した車体は湾岸戦争後に発見されている。M1978 国産の識別名称が与えられた最初の車両で59式戦車の車体に1 7 0トルカノン砲をオープントップ方式で搭載している。 車体後部に射撃時に車体を安定させるための中敷を車体全部に長大な方針を移動時に固定するためのトラベリングロックを追加装備している。沿岸砲を砲がごと直接戦車の車体に搭載した単純な構造の車両であり操縦席とその隣に増設し、1990年代以後は M1989 と交代して退役したとされている。 2013年の選手は、車体全部にはキューポラを有する操縦席と、車長席が設置され、後部に、中敷を装備している。手法は、M1978 に比べて若干小型化された、砲火によって、車体後部に搭載されており、車体全部の操縦席区画と砲火部の間にも、上員区画があることから、放送作業員及び弾薬はこの部分に、搭載しているとみられる。 これにより、単独での運用が可能になっていると推測されている。公開されている写真や映像では、車体の形状が微妙に異なるものが数種確認でき、何種類かのバリエーションがあると見られているが、詳細は不明である。AB 日本兵器研究会編、世界の早期走行車、カタログ3オサム社、2001年、ISBN4-384026609。 ありがとうございます。